どうもカマです。マットタワー対空実況パート3やっていきましょう。結構大きくなってきたかな？でもまだタワーではないよね。前回何やったかというと、エレベーターをね、たくさん設置しました。下から上まで全部1個のエレベーター繋いじゃうと、この人のね、待ち時間が長くなって、ストレスが溜まってしまうので、まあ、長くてもね、4フロア分までにして、あとはなんか、細切れにね、他のエレベーターに移したりとか、そんな感じにしてみました。っていうのと、あとはホテルをね、前回、またシングルルームだけだけどね、ホテルオープン、しました。はい。ということで、いろんなね、オフィスもあり、マンションもあり、ホテルもありと、あとバーもありますからね。こういうね、いろんな施設がたくさん集合した魅力的なビルに、なんだろうこれ。近くにトイレを必要としてます。え？どういうこと？トイレあるでしょ？トイレ。これか、トイレ。あ、もしかして上届いてない？え？はぁー！届いてないやないかーい！マジか。まあ確かにトイレ行くためにね、1、2、3、4、5、6、7フロア下まで下らなきゃいけないのやばいよね。最悪間に合わないよね。わかりました。トイレを作ろう。作ろうか。トイレってなんか、環境に悪そうだけど、大丈夫なんだっけ？あ、いや、一旦ここで、あれやろう。カラララやろう。じゃあ今日もやっていきましょう。はい、ということで、トイレを作りますよ。ゴミがめちゃめちゃ出るのと、あとは治安、騒音はそうでもないかな。生活の質もちょっと下がると。いいんじゃない？オフィスの上とかにドーンって作っちゃえばいいんじゃないんですか、これ。あのね、ちょっとね、この右側の、違ういや、左側のこのビル。これはね、なんかこうやって段々にしたいんですよね。うん。ちょっと、おしゃれ。おしゃれしてみたい、年頃。つうことで、トイレここに。ドーン！あとトイレのそばにショップも建ててみようかな。トイレの横にあるショップ。消臭力とか売ってる店。で、防音壁を挟んでからの、オフィス。これいつさ、オフィス、小だけじゃなくて、中と大が作れるようになるんだろうね。あれ？工事の人？あー、来た。やっぱり高層階になると時間かかるな。あ、先にトイレから作ってほしかったんですけど、優先して作るってあるよね。まあもう遅いけどね。はい。作れ。よし！これで、オフィスのトイレマーク消えるな。消えたね。オッケー。ん？待って。何このマーク？これあれか。人通りが多すぎるマークだっけこれ。あ、ほら、通行人が多すぎるとの苦情があります。うっそー。なんでだ。あー、エレベーターのそばだからってこと？そんなこと言われてもなー。いや、そもそもさ、ビルの設計がおかしいよね。廊下ないのおかしくない？みんな通行人部屋の中通ってっからね。プライバシーゼロでしょ。人の通行量表示フィルター。下は赤いんだな。おー、この辺りもすごい赤い。これはホテルだもんね、ここね。うん、寝ているホテルのシングルルームの部屋の中をドカドカ入っていくからね。おかしいでしょ。でもさっき、多いって言ってたオフィスは全然通ってないけど、人。あ、そっか、今日休日だから、オフィス出社しねえのか。俺の建築計画だと、右側のビルは、ホテルとか、マンション系、コンドミニアムとかね、にして、左側はオフィスとか、バーとかね、そういう商業系にしようかなと思ってたんだけど、これさ、右側もう完全に上の点線に達しちゃっててさ、これ以上建てらんないんだよね。これどうすれば建てられるんだ？次。もう全然わかんないんだよな。星の数が必要ですって言ってたよね。星の数、星って、でもやっぱりこれかな、星って。うん、やっぱり評判なんだろうな。マットバーガーとか、バーは、3とか4、星が増える。で、図書館が結構増えるんだよ。10増えるんだよね。あ、待合室でも1増えるんだ。へー。待合室作っとくか？ね。はい。やっぱ図書館かな？ 10 増えるからな。図書館を、ここに作るか。左側の塔に。はい。あ、
このオフィス騒音がひどいっていうのとサーバー室を必要としています。だって騒音がひどい、何の騒音、そんなそんなオタワー群れを、はい、え、本当だ、あ、こいつか、バーバーバーこのバーがうるさい。でもこれさ、防音室ってさ、左右を隔てる防音壁はあるんだけど、上下のこの床天井の防音ってできないんだよな。できないよね、きっとね。それはしょうがないわ。それはもう我慢してもらうか、ノイローゼになってもらうしかないですね。サーバー室はじゃあ、そっか。さっきのトイレと同じく、範囲外になっちゃったってことだね。じゃあ作りましょう。サーバー室も。1個。はい、ドーン。もうちょっと横に広げるか。こっち側。こっち側に、ロビーを、増やしてちょっと細長いの建てようかなそういうちょっと奇抜なものも作っていきたい。低層階はアパートで、エレベーター使わせない階段です。甘ったれたこと言ってんじゃない。はい、でここのアパートはバルコニーつけてやろうかな。バルコニーでも星増えるからね、評判よ。これ微妙にこうやって動かせるんだよな、これものすごい微妙だけど、もっとがっつり裏に回り込んでみたりとかしたいんだけど。よし、レベル7、ゲーム室がロック解除されました。ゲームコーナーみたいな感じ。あー、やっとアトラクション図書館以外に増えた、嬉しい。ゲーム室、あー、評判10にも上がる、いいね。多くのビジターをビルに呼び込むって。でもくっそうるさいし、くっそ治安が下がる。生活の質は上がるんだね。まあ、うるさいんだったらこっち側かな。ここら辺にこう作る？サーバー室の上。おー、すごい！あ！新しい星が授与されました。やった！な、今なんか出た。ちょっと待って、いろいろ出てきた。ちょっと待って。太陽光発電設備とか出てきたけど。大型エレベーター。いっぱい出てきたけど、おい。あー、スカイロビー。やめて！もう俺の脳の処理能力では処理しきれない。銀行も、え？そんな一気に。え、そしてなんか言ってる。会議室を必要とします。会議室作れっつってる。ちょっと待って。シェルターとかもあるけど。ちょっと待ってよ。待って。落ち着いていこう。階段もデザイン階段っていうのがあるんだ。ストレスが少ない。へえ。デザイン階段に書いてやろうか、じゃあ。ゲーセンにはデザイン階段を、言いにくい、デザイン階段を使っていこう。サーバー室経由で、ゲーム室へ。なんか、すげえいっぱい増えたけど。まずとりあえず会議室欲しいっつってから会議室？おー、有効範囲内のオフィスの賃貸料 5% 上がる。あ、結構なもんだよ、5% ってね。4万もするけど。はーん、なるほどね。結構でかい。結構、かなりでかい。これ横になんか作るか。もう一棟。とりあえずオフィスを立ち並べて、その上に、会議室。はい。うん、お金がない。新しく作ったビルと、元からあったビルの間に、これは繋がってないよね。これは廊下じゃないもんな。こういう、バルコニーじゃないけど、これが被ってるだけでしょ。これ両側のオフィスが同時に気分転換でバルコニーに出てきたらめちゃめちゃ気まずいよな。ふぅ。ああ、どうもどうも。あ、そしてやった！はいはいはい。あ、めちゃめちゃ上限解放された。何回までできる？ 30までいきますね。で、やっとわかった。これか。この星だな。これを増やすと、高さ制限解放されるんだ。次の星獲得、100の評判と300人のビジターが必要です。よっしゃ、早速コンドミニアム作るぜ。いやー、いいね。嬉しい。お金が4万8000あるから、これでやっとオフィスの会議室を作れるかな、ここに。よし、作ろう。でい！で、あとは、この吹き出し何これ？銀行？銀行？ビルの中に何でも求めすぎじゃない？ショップの入居者だけが銀行を必要とします。ショップの賃貸料が 5% 上がると。うんうん。
ああ、騒音とかはそんな悪くないね。じゃあ、いや、銀行もここに作ろうかな。はい。あ、すごい、会議室。一人。これサボってないかな。すげえ真面目にノート PC を見てるかと思ったらソリティアやってたりしません？はい、銀行完成。うわ、すげえ。あの真ん中にあるぐるぐる回ってんのってあれ、あの、金庫のダイヤルだよね。めちゃめちゃ回ってるけど大丈夫あれ。何者かが遠隔操作して金庫破りしようとしてない。あ、そして、ゲーセンに客が一人いるわ。キャスリン・チャールトン。よし。ゲーム室名前変えよう。ニテンドー。よし。大ヒット間違いなしだね。あ、で、確かなんか、治安とかめちゃめちゃ悪くなんだったっけ、これ。あー、やばい。治安は、監視カメラだったっけ？防犯カメラ。これでそうだよね。治安アップなんだよね。設置しましょう。でかっ！何これ。え？あ、フロア単位なんだ、これ。へー、面白い。じゃあ、ここに。ここにカメラつけたとこで意味ないけどね。どこまで届くのこのカメラ。はい。はい、完成。おー、全然色なくなった。マジで。超強力じゃない。で、あと何これ。このマーク。シェルターを必要としています。シェルターってやっぱ地下か？何に使うの？何から身を守る？あ、ゾンビか。あとは、あれだ。なんだっけ、悪集団か。なるほどな。納得したわ。これかな？シェルター。38,000ドル。じゃあ、地下に一つ作るか。あー、でも有効範囲があるんだね。これは、そんなに、上まで届かないな。いいよいいよ、作っちゃえ。で、もう一個、上にも作ろう。ね、そうしよう。はい。めっちゃちっちゃいけどね。二人しか寝れないけど。で、上にも一つ。できればここら辺に作りたい。この辺り。そうなると、ここの賃貸アパートが一個邪魔ですね、これね。シェルターが欲しいんだろ？わかったよ。シェルター作ってやるよ。お前んとこをぶっ潰してな。おらー！はい！よし！あ、これが増えたか、あと。太陽光発電設備。1日50ドル収入があるぞ。バイデン。でも当然これは屋上じゃなきゃいけないんだよね。そういうところがちょっとあるから。こういうとこにいいんじゃないの？絶対太陽届かない気がするけど、ここ。ここに1個。はい、立てとこう。おー、レベル8。アイスクリーム屋。いいね、早速作っていこうよ。ゲーセンの上にアイスクリーム屋。はい。いいね。上に伸びていく。よーし。賃貸タワー。限界の30階まで、とりあえず作った。最上階まで来たい人は、30階分の階段を登ってください。ほら、エレベーターがないから、停電に強いよ。お、なに？ビル開業40日目。やった！ 2 万ドルもらった。あ、もう40日経ったか。20刻みなのは何なの？30日、60日とかでいいんじゃないの？ありがとう、でも、嬉しい。祝ってくれることはとても嬉しい。こういうさ、微妙な隙間にさ、賃貸アパートとかほら、入んないんですよ、これ。ね。こういう入んないところに、ちょうどいいのが、ホテルのシングルルームなのよ、これ。ほら。これいいね。これ、横2マスだからね。とてもいい。待合室で待っている、年配の男性。そして夜が明けた。寂しい。物語がありそうだな。君はなんて名前だい？トルステン、アンゲロ。アンゲロビジターだね。ストレス 43%。まあ一人でずっと夜通しね、待合室に行ったらストレス溜まるよ、そりゃ。ん？待てよ。今こっちに便利だよねって言ってシングルルームいっぱい作ったんだけどさ、これ清掃室ってホテル清掃か？これ届く？
あーギリ、ここはギリ届くのか。でもこっちが届かないんだ。はっはーん。作りましょう。ここに。よし。フロントも有効範囲外になってるのか。これも作ってあげた方がいいか。1個のホテルにフロント2個あるって。はい。久々に需要を見ましたけれども、やはり全部振り切ってるね。もう何作っても速攻で売れるんだ。ここにこうやって。はい。よ。オフィス、ショー、連発。お、カジノはロック解除されました。来ました。カジノ、ビバカジノ。作るでしょう。すごい、評判14も上がる。ホテルの宿泊料が 0.1% 上がります。0.1%。あ、でも賃貸料も増えるって言ってんね。アイスクリームショップの上に作るか。ここに。はい。あ、しまった。カジノ予定地のすぐ左下、オフィスだった。騒音がひどいです。ああ、そうか。ここアイスクリーム店だからか。じゃあ、しょうがないな。かわいそうだから、壊してあげよう。はい。これで騒音に悩むこともなくなる。よかったよかった。ボーン壁。よし、カジノ。完成！おー、すげえ。めちゃめちゃ回ってるけども、37出すぎじゃねこれ。カジノの名前、ボッタクルーゼ。おしゃれでしょ。ボッタ来るよ。確かこれミニマップも見れるんだよね。はい。こんな感じ。おー。まだまだでもちっちゃいな。でも右の賃貸タワーはタワー感あるよね、ちょっとね。次の星2つは？評判はもうクリアしてるから、ビジター300人とフィットネススタジオね。はい、お金も16万ドル。結構溜まってきたな。100回目指してやっていきましょう。今回は30回まで、とりあえず行きましたね。スキルのロック解除、忘れてた。これやろう。エレベーター速度 5% 向上。これめっちゃいいじゃん。超いいじゃん。これやろう。これ欲しいな。すべてのエレベーターの定員を1増やします。でも、タイトル定員オーバーなんだよね。いい。多少危険でもいいよ。我が社のエレベーターは大丈夫だ。落ちない。じゃあ、その前の、教授 ?XP、経験値 2% ボーナスあります。これやろうか。で、転移オーバー。よーし。いいぞ。これでエレベーターの待ち行列が減るんじゃない？うわー、ここめちゃめちゃ待ってるぞ。うわ、めっちゃ待ってる。頑張れ。おー、ほら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 。オーケー。よかったー。今回は30回まで行きました。100回まで残り70回。先は長いけど、いろんなね、魅力的な施設をたくさん作って、建てましていきたいと思います。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。